パーダー始まりました。モンチェスチャンネルです。今回はですね、アルバイトですねについてちょっと話してみたいんですけど、まあ自分がやってたアルバイトものすごくたくさんあるので、今回は塾予備校にだけ絞ってちょっと話したいと思います。その他のアルバイトについてはまた別の動画でちょっと話そうかなと思います。もう本当にたくさんやったんですよ。大学入ってまあ留学したかったので、その留学するためにものすごく多くの資金を貯めたっていうのがありまして、で高校生で当然塾講師とかってできないのでですね、その大学入ってからですねやったやつをちょっと話していこうかなと思います。まあものすごくいろんなバイトした中でもやっぱりバイトやっぱ塾系が多かったので、最初にやったのがまあ栄光ゼミナールってやつですね。別に名前出しても大丈夫ですよね。そこでやりましたね。でそれで最初入って一番最初何でしたかね、ビラ配りみたいなのを最初もやったな、結構な栄光のもやったんですけど、まあ採用試験あってで面接あってで配属されたのがあれですね、この間まあ見に行きましたけど、もういわゆる慶応の慶応大学文学部で僕東キャンパスのその近くにあるところでしたね。でこの間見に行ったら変わってましたね、青じゃなくなったんですね、横ゼミナール緑になってるんですね今ね。でそこでやりました。で最初僕自身は英語やりたかったんですけど、そうですね、もう英語の人はいたので、なので英語はできず、まあ個別ではやってましたけど、高校生とかも教えたりもしてたんですけど、そこから何をやったんでしょう、国語が最初だったのかな、多分中二国語とかが多分集団授業では最初だったと思います。なんか夏期講習とかだとでなんか英語の枠があるみたいな感じで、レギュラーがなかったですね。講習枠ぐらいしか英語をやってなかったと思いますね。で国語、あとは小語社会もやりましたよね。であと中三社会もやりましたね。本当に社会できないのにまあよくやりましたね世界史だったんで、その日本史とかですね、地理ですね、非常に弱かったんですけど、まあなんとか頑張りましたね。語呂合わせだけの授業とかもやりましたね、中学社会のそんな授業も、そう自分のなんかオリジナルのやつ持ってたりするんですけど、でまあとにかく国語と社会ばっかりですねやってたのは、英語は枠がないみたいな感じで、でまあそこで結局レギュラーは中1英語か、中1英語だけ集団授業はやったような気がしますね。でただやっぱりもうその間からそれやってる時からまあいろんなところで同時進行で働いてたんで、家庭教師やってとかありますよね、家庭教師の、ね、挑戦するみたいな意味のやつとかやったりとか、あとはあれです、そうね、なんとかセミナーみたいなのがあってですね、そこは高等部大学生でも教えられるんですけど、そこは研修が厳しくてですねやんなかったですね、結局途中でやめちゃいましたね。であとはあれですね、なんてことし、あそうです、あれです、早稲田の高等部があってそれですね、そこでやりましたね。そこではだから本当に高校生を集団授業で教えられるっていうんですよね、大学生ですけど、教えられたんで、それは良かったかなとは思いますね。まあ研修とかすごい大変でしたけど、それでもなんかオーディションとかすごい楽しかったです。いわゆるもう本当の現役の予備校講師たちがいる中で、でそこで戦ってで勝つっていう感じだったんで、最初のオーディションがすごく楽しかったです。でまあいろんなノウハウを教わったりなんだりとかっていうのもありましたね、そこでね。で他やってたのはまあ個別塾みたいな、家の近くにあった個別塾でやったりとか、あとは川崎にあったやつですね、全然今はもうなくなっちゃいましたけど、川崎にあった個別塾で教えたりとか、そういうのでうまくこう時間をこう合わせてやってましたね。でそれで、留学までのお金を貯めるんですね、いろいろやって、で留学までのお金を貯めて、で留学して戻ってきて、栄光の今度ナビオに入るんですよね、僕の確かね、栄光ナビオっていうのは高等部なんですけど、その高等部に入って合宿とかも行ってたりもしましたもんね、やってそこで入ります。で明大前だったかな最初、ですね、そこでだからまあ個別の時にね、生徒がみんな休むとかあったりとか、結構大変でしたねあれね、本当に集団はなんかスペシャル授業みたいなのをやるだけでした、ただまあ同時に高校での授業とかもあったんですよね、なんかそんな感じでやりました。で大学院に入る時に
あ、そうか、高校で授業したら大学に入ってるわけですね。大学生できないですよね。で、で、大学院に入るときに、なんかその栄光のナビオの中で、プロ講師にならないかって言われたんですね。プロになりませんかって言われて、ちゃんとやっぱり見てくれてる人は見てくれてるというか、実力を買ってくれる人は買ってくれるわけですよ。それまではなんか、その明大前では、個別しかやらせてくれなかったのに対してですね、ちゃんと見てくれて、集団授業をですね、プロでやってみないかって言われて、でプロになるというか、大学院行きながらプロになるわけですね。で、大学院行ってる時に高校でも教え、中高一貫校か、中高一貫校でも教えて、であとはそのナビオのプロ講師で、あと受かったのが、あれですね、四ツ谷学院と早稲田データなんとかじゃない、早稲田塾だ、そうだ忘れちゃうところですね、はいはい、なん でそれが同時進行です。その4つが同時進行で進むんですね。で、まあ何ビューそのプロ講師になったらいろんな校舎に行ってるんで、それはプロじゃない人が校舎所属になるわけですけど、バイトってプロになるといろんな校舎に行けるっていうことで、いろいろ行ってましたね。南浦和四季とか、あと練馬かとか、いろいろ行ってましたね。そういうのがあって、で四ツ谷学院も、あり、そうですね、早稲田塾もやりっていう感じですね。でそこで、また再度の留学に私は出てしまうので出て戻ってきて、そこから、あ、そうですね、まあ、戻ってくるきっかけは東進だったので、なんでそこで東進かわいいですね、そこに入って今に至るって感じです。はい、こんな感じで私はですね、塾を転々としたというか、他のとこどうだったんですかね、ちょっと思い出したら、他の予備校時代の話もいずれしようかなと思いますね。で、まあ、よかった、まあそうです、塾っていうのは基本的に、まあそうです、いわゆる時給みたいなのは高いわけですよ、普通のバイトより。ただし、その準備時間があったりとか、質問対応があったりとかっていうのがあるので、それをちゃんと加味した上で、ですね、どうも、ちゃんと儲かるかどうかというか、ちゃんとですね、バイトとして、いいかどうかっていうのをですね、計算するのが大事だと思います。だから、掛け持ちしてる人も多かったと思いますね。塾やりながら他のバイトもするっていうですね。塾で一発、一回でその、2000いくらもらえるけど、結局3時間、4時間拘束されちゃうから、あんまり良くないとかっていう人も結構いると思いますね。まあそうですね、なんか見送りとか出迎えみたいなの意味わかんなかったですね、今思うとね。なんで早く行ってそんなことしなきゃいけなかったんだろうとかっていうのも結構ありますからね。うん、はい、そんな感じです。そういったことを、加味するといいんじゃないかなと思いますね。はい、良い形でした。はい、ご視聴いただきありがとうございました。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.